キャスティングのタイラバの仕掛けをちょっと作ってみたいと思います。シングル服で、作ります。真ん中に、針を通して、これフライタイング用のバイスなんですけど、まあ安いのでいいと思います。別段高いのは、フライを巻くわけじゃありませんので、で、こうやって、まあ、軸の方に糸を何回か巻きつけて、まあ、止めたような状態ですね。で、針の曲がりのちょっと手前ぐらいのところまで、巻いていって、それで、戻しますね。で、これちょっとライン長いんですけど、これは後で切りますので、こうやって長い方がいいです。もうギリギリにやってるとこうほつれてくるんですね。で、ここで、ジェル状の瞬間接着剤をちょっとだけ、つけます。ほんのちょっとでいいです。また後から瞬間接着剤つけますので。で、この状態で何回かこう軽く止めて、でギュッギュッギュッと巻いていくんです。ギュッギュッ締めていくとそのうち切れますね。ここ一回クリッとこうラインを回しとくと、いいかもしれませんね。で、このくらいまで巻いて、最後ちょっと余りがあるところで、余分なところを切ってしまいます。こうするとほつれなくていいですね。で、ぐる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 っとこう巻いてください。シングル服はとっても簡単ですね。以前は、普通平場の場合は2本針なんですけど、3本針とかですね。調子に乗って4本針とかいろいろ作ってみました。4本針になるとなんかこうちっちゃなタイマーで、まあ、かかったりとかするんですけど、釣ってる感じがないですね。まあなんか引っかかってきたみたいな感じですよね。釣った感じもないし、それからネクタイがとにかく絡みます。3本ぐらいの針まではよくやったんですけど、とにかく引っかかります。で、こうやって止めるわけですね。まあ結ぶんだと思ってください。くるっとこう結びつけるわけですね。こうやっといて、結び目をここにこうつけてやると、キュッキュッと引っ張って、これちょきんと切ります。これで OK ですね。で、この長さがですね、まあ、人にいろいろよって、まあ、長い方が好きとか短いのが好きとか、どっちかというと短い方がいいかもしれません。で、こうそうですね、1センチぐらい父は作っといて、でこのままこうくる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 とこう巻きます。くるくるくると。で、このぐらい巻いたところでまた余分なところを、切ってしまうわけですね、ちょきっと。で、切ってしまって、この赤い糸も一緒に切ってしまいます。で、このまま、またぐる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 っと巻いてしまうんですね。いい加減きれいに巻けましたので、ちょっと手を持ち替えて、こっち向きにして、こうやって巻いてあるんですね。結んでやると。まあ、3回ぐらい結んでれば、OK ですね。3回ぐらい結んで、もうこれ切ったらいい。これでもうできたわけですね。こういう状態です。こういう状態です。で、これを瞬間接着剤で止めます。手間かかりますけど、どうせこの、私漁師さんじゃありませんし、趣味道楽でやってるわけですから、まあ一匹の魚をですね、なるべく楽しく釣りたい、そういう気持ちでやっております。まあいろいろやり方はあると思いますけど、針はですね、一等チヌと、サーベルポイント、サーベルポイント今はお気に入りですね、の SML とあるんですけど、最近作ってるのは L です。いろんな魚かかってきますので、この間ホウボウの大きいの釣りましたね。それから、まあ、マゴチとかですね、そういうもんいろいろ釣れますので、キャスティングの時に、何が困るかというと、とにかくそのリーダーが、ネクタイとかいろんなものに絡んでしまうんですね。で、困るので、まあ、こういう進化ありますけど、このままだとこう引っかかってしまうんですね。で、何かいい方法はないかと、だからこう天秤の状態にすればいい。ジェット天秤とか、投げ尻の天秤で、で、こういう感じに作りました。市販でこのヘッドだけ売ってますので、その先端に、これ分かりますかね、この先端に
プラスチックの筒を1センチから2センチぐらいつけてるんですね。どういうものかというと、こういうスプレーのノズルのようなもんでもいいと思います。例えばこれをですね、ここにギュッと入れて、で、針の方は出さなくて結構です。こちら側に、大体1センチから2センチぐらいの間でチョキンとこう切ってもらって、この状態にしてもらえばいいわけですよね。でピューンと飛んでいくときにこうなりますので引っかからないと。先ほどのここ作りました針をこういうふうに、まあ、寄り戻しに、これ自分でカーリーテールとゴムをくっつけたわけですよね。例えばこれはアンサーの市販のそのまんまですけど、それを寄り戻しに上からギュッと押し込んで、反対側のここの寄り戻しにこの作ったシングルフックをギュッとこう取り付けたと。それで、ここリーダーをこう通しましてですね、竿先からで、こういう状態にするわけですね。こういう状態、こう来てこう、こう移動誘導式というかですね。で投げるときはこうビューッとこう飛んでいきますから、こう絡みにくい。あんまりこっちの針のこの部分が長いとやはり絡みやすいような気がします。キャストしてこう巻いてくるんですけど、コツはですね、コツはコツンときたらガッと即合わせです。で、私が使っている竿はこれも何でもいいです。エギングの竿でもいいんですけど、ちょっと長いですよね。でこれはパームスの、7フィートのミディアムとかミディアムライトとか、まあ、ライトぐらいでもいいんですけど、の竿なんですが、この長さだと1日やってると手首がもう疲れるんですね。で小脇に挟んだりとかできるようにちょっとバットを自分で、長くしてますチョキッと切ってですね、ここの間にこうなんか折れた竿をここにつければいいだけなんです。でこう伸ばしてやると、そしたら、この折れた竿の分しか、出費はないか、こういう竿を作っております。こうすると1日やっててもこの部分を肘に当てたりとかできるので楽です。リーダーはだいたい3号から4号で、P はですねだいたい1号前後 0.8 とか1号ぐらいでやっております。皆さんもまあこんなんでも何でも今こうパーツ売ってますので、こういう感じにしてですね投げて横引きで浅いところ15メーターとか20メーターだと結構いろんなものが釣れますので、平場楽しんでみてください。